どうもー、マンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ザ・パークハウス松戸モデルルーム見学してまいりました。モデルルーム見学後のファーストインプレッションとなります。よろしくお願いいたします。で、建設周辺レポートはですね、先日ですね、動画の方公開しておりますので、そちら合わせてご覧いただければ幸いでございます。概要欄に URL の方貼り付けておきます。で、前回の動画で価格面、適正価格としては坪単価300万円ほどとお伝えをいたしました。その根拠としては、周辺の古すぎない中古マンションが坪単価250万円前後で動いているの で、今回は新築マンションなので、中古より安い、中古と同じ価格っていうのはまあ基本的にありえないっていうところで、まあ、そこにプラス2割ぐらいして坪300ぐらいが新築マンションとしての適正価格ではないかというふうにお伝えしたんですが、今回ざっくり予定価格なんですが、それぐらいになりそうです。もう気持ち高いかなぐらいですかね。坪300、5310とかぐらいかなっていうところですね。ざっくり予定価格なんで、上の方で計算すると310とかになっちゃいますけども、まあ、300から310とかそのぐらいで収まってくれるかなっていうところです。で、占有面積は今回80平米とか90平米とかそういった部屋はないので、もうそういった広い部屋を検討している方には残念というところではありますけども、今回モデルルーム見学して地元の方には非常によく映るだろうなと。作り手側もう地元の方に買ってもらうために作ってるっていうような、そういう風に感じました。決して中古域検討の方にダメとは全くもって思わないですし、松戸弁がいいですので、中古域検討で松戸知らない方が見学してみても面白いとは思うんですけども、なんかもう地元の方が買ってくれるような商品にしてるっていうところで、私も中古域検討の方にザ・パークハウス松戸すっごくすっごくいいので、これ行ってもう行って買っちゃっといいですよみたいな感じには私個人としては全然ならないんですけども、ご地元の方に対してはいや、これもう迷わず行っちゃった方がいいですよって言えるようなマンションです。まあ、気持ちやっぱり新築マンションなのでちょっと高いので、久しぶりに新築マンションですね、こう見学したっていう方だと、まあ、レジェンド見てる方だとそう思わないと思いますけども、久しぶりに見たっていう方だと、おー今こんなするんだと思うかもしれないですけども、マーケット的にはこんなものですし、商品としてもですねしっかりしてますので、地元の方に受けるようなレベルには仕上げてきてると私は感じましたので、地元の方は気持ちよく買っちゃった方がいいマンションだと私は思います。この後高速乗りましたら、その他の部分ですね、語っていければと思います。外観デザインなんですけども、隔て板ビシッと上までしてくれてますし、ガラス手すりの色もですね、中層部、高層部で変えて、でバルコニーの頭頂部のところをですね、木目調にしてるので、あれ見上げた時かっこいいと思いますね。で、アプローチもしっかりと取ってますし、今回車寄せもあります。車寄せは東側の雪道、ダイヤの立柱の方にあって、駐車用の出入り口は西側の雪道です。ターンテーブル利用の機械式になります。屋外で雨にも濡れます。駐車場事情はそんな良くはないですね。で、敷地内で撮りたいっていう方は、優先権ついてる部屋買っとかないとちょっと怖いかなっていう設置率です。周辺もそんなに月決め空いてる印象はないです。で、今回面白いのが、風除室に入ってですね、メールコーナーに行くまでの間にラウンジがあるっていうところですね。で、そこがちょっとパソコン作業とかできるような円形のテーブルが置いてあるようなところになっていて、そこを通ってのメールコーナーっていう動線です。で、さらにそこを戻ってエレベーターに行くと。で、今回エレベーターゆとりの2機です。よかったですね。これこの個数で1機にしちゃうマンションもたまにあるので、このコスで2機だと非常にゆとりがあると。あと面白かったのは、メールコーナーのところに荷さばきカウンターがあるので、そこでなんか段ボール届いてたら開けて、もう段ボールを1階のゴミ置き場で捨ててから部屋に戻るっていう、そういうですね動線も叶うっていうところで、あれは非常に便利ですね。何回か他の物件で見たことありますけども、各階ゴミ置き場がないマンションだと1階で開けて自分のエコバッグなりに入れて段ボールだけして下で捨ててっちゃうとか楽ですからね。あれ非常にいいなというふうに思いました。で、駐輪場に関しては屋内と
屋外が混在してます。実は 200% です。1世帯2台までは確実に取れるというところです。でやはりですね、帳簿の話とかも聞かせていただいたんですけども、男性向けの方がまあやはり条件はいいなっていうところもあって、今回男性向きからしか販売しない予定とのことです。なのでもしかしたらあわよくば南東側は男性がちゃんと売れたら、南西の方が条件はいいんだけども南東向きも南西と同じ価格でみたいな、なんか実質的な値上げの可能性もなくはないかもしれないですね。まあいずれにしても条件いい部屋から出すので、まあ第1期で検討できる方がそれ以降を待つメリットはこれと言ってないかなというふうに感じました。オプションもどん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 締め切ってきてしまいますので。設備仕様はディスポーザーついてます。で食洗機ありますし、で今回引き戸とかあと収納系ですね、そしてスライドする網戸なんかもちゃんとソフトクローズにしてくれてます。そのあたりも丁寧に作ってくれてます。でローシルエットトイレと手洗いカウンターがあってっていうところで、まあ、全体で見ると僕はハセコーセコーなんですけども、なんかハセコーハセコーしてないってところですね。ちゃんと辞書さんの意見で作ってると。じゃあオリジナル商品とかも合わせてですね、削ってるなっていう部分でいくと、浴室がダウンライトだった点と、まあ、そのトイレの収納がもうちょっとグレード高いものだったら嬉しかったなっていうところと、あと辞書レジさんにしては珍しくミストサウナがないですね。まあ、それはゼッチもちょっと絡んでるっぽいですけどね、できるだけガスを使わないということで、全然オールデンカマンションではないですけども、床暖もガスのではないですし、ただあの昔の電気のみたいな感じは全然なくて、エアコンと連動するヒートポンプのなので、むしろいいパターンのやつですね。今回ゼッチの M オリエンテッドで、マンション全体はもちろん個別ですね、部屋ごとにも取ってますし、さらに今回は低炭素の方も取ってるので、住宅ローン減税もこの撮影場面でいくと4500万円いけるものですね。 0.7×13年ですから、だから3000万とかの物件に比べると物件価格でいくともう数百万円分ぐらいの価値の戻りに期待ができると。他はまあちょっといくら借りるかとかその条件によってきますので変わってきますけども、最大っていうところで見ると一般的なマンションに比べてもですね、控除率が非常に高いものとなってます。その絶地取るために全然うるさい立地ではないですけども、二重窓になってるところもあります。もちろんアルミ樹脂の複合サッシで、でリビングはエアコンですね、ヒートポンプのついて床暖と連動するパターンになってます。何かときめくようなスペックかっていうとそうではないんですけども、どちらかというと真面目っていう感じですかね。その快適性っていうところとか、お財布に優しいとか、そういうところですね。なんか見栄えで、例えばキッチンの天板が天然石ですとか、そういうなんかときめき系はあんまなかったですけども、そのスライドドアとか収納のソフトクローズとかも含めて、なんか非常に真面目に、今どんなマンションでも真面目に作ってるんですけども、そのコストカットコストカットには走ってないっていうところです。ただじゃあときめく設備ですかっていうとそうではないというような印象を受けました。で間取りはまあ単調な田の字が主ですけど、モデルルームタイプは洗面のところにユーティリティスペースフリースペースがあって、そこの収納のところが非常にときめくものになってたので、あのモデルルームタイプ人気出そうですね。あれだけ大きい収納が洗面室についてると、そこでアイロンかけたりとかもできますし、あれ他の間取りでもやってほしかったですけどもね、あれなんか集中してそうですけどね、逆にモデルでいいの作ってあの一列しかないってなりますと、モデルのタイプは非常に人気が出そうだなっていう印象を受けました。で今回20か20天井になってるっていうところは非常にいいんですけども、基本天井高が2400なんですね。ちょっとこれは回数によって変わってくるんですけども、2400ってなるとまあほんと最低限っていう形になってきますので、
どうしても空間の広がりっていうところだと基本点の高さに慣れちゃってる人だと気になるかなっていうところはあるんですが、そこをカバーするっていうところでも下がり天井は少ない構造にしてくれているのと、リビング横の洋室ウォールドアは完全ハイタイプにしてくれています。総評なんですけども、今回中高益検討者の方がときめくマンションですかって問われると、どうだろうなっていうところありますね。6000万をちょっと超える部屋も多いですし、面積帯も、まあ、しっかりと68部あるんですけども、中古意見等の人ほど他と比較してっていう風になりますので、飛び抜けてザ・パーカース松戸がいいっていう風に思えるかっていうと、なかなか難しい部分もあるのかなっていう風には感じます。もう私なりでしかないですけども、ただ一方でもうこれ自信持って言えるのが、地元の方は買っちゃった方がいいですよ。これいい出物ですよ。私もこうマンションを見ていく中で、私なりにこうどんな人に会ってるんだろうなっていうのをこう毎度毎度ですね、想像するんですけども、なので物件によってこういう方に会ってますっていうのはですね、変わってくる中で、今回は中古益検討者の方見に行きましょう。すごくいいですよ。松戸知らなくてもゴーゴーゴー。そこまでの破壊力はなかったんですけど、逆に地元の方にとってはもうそこにフィットするように作ったんでしょうね。別にそれを営業さんが言ってたわけではないですけども、まあ、個数もすごい小規模ではないので、少しは中古意見とも引っ張らないとっていうのはあると思いますけども、なんか明らかですね、地元の方、松戸で検討している方、もしくはこの松戸に今住んでなくても遅延があって松戸に戻るんで、こうマンション購入ですね、戸建ても含めてですけども検討している方に対して、もうジャストフィットですね。もうだからブドウ米すごい高いんじゃないですかね。松戸の方が見た時に買いますになると思いますね。中古意見等の方は即決しにくいマンションだと思います。辞書さんつながりでいくと、あとゼチつながりでいくとマリンビラですね、あちらなんかはもう中高域検討の方も見てほしいですっていうですね、発信をしてきた物件ですし、あとはまあ JV ですけど、幕張ベイパークとかも中高域検討の方、全然その街知らなくても見に行った方がいいですよみたいな。あとは尖ってた大楠の森とかですね、大山の、ああいった感じのこうおすすめっていうところではなくて、今回私はもうご地元の方ですね。もうご地元の方、これもう見に行って買いますになると思いますけどもね、そういう商品だなっていう風に感じました。価格、立地、スペック面とか含めて、まあ面積帯とか含めてですけども、全体的に松戸で探してますっていう方にとっては、で広さも求めてるっていう方にとっては、あの面積帯はなかなか最近新築の出物もないですし、中古で探してもそんなにないっていうところなので、ご地元の方買った方がいいと思いますね。まあリビオも待ちたいなっていうのもあるかもしれないです。まあキャラクター違いまして、まあ駅近が良ければあちらもですけども、今回は駅から程よくですね、こう離れて静かでっていうところになってきますので、別に駅がすごい遠い物件じゃなくて、むしろ駅は近い物件なので、松戸はもっと駅に近い物件があるので、決してそこでは駅近っていうところでの競争力はないですけども、程よく離れて静かっていうところになってきますし、そこにザ・パーカースブランドのあのエレでは規模感あるマンションっていう感じになってきますので、私は今回は私なりですけど、中古意見等の方に見に行きましょうっていう風に叫べる物件っていう風な印象はなかったですね。マリンビラとか大楠の森とかベイパークとか、まあ、川町なんかも別に川町スペックがすごい高いわけじゃないですけど、価格面はですねときめくものがあるので、だからそういう物件というよりかは、今回はもう松戸で検討している方向けっていうところで、でその松戸で検討している方にマンションマニア的にどうですかって問われたら、私なりにはもう迷わず買いましょうっていう、買った方がいいですよって言えるような物件です。
まあ、地元検討者の方にときめいてもらえばいいよねっていうようなマンションだなってね、感じましたね。だから別になんかときめく部分でこう見せていこうというよりかは、絶地の部分とか、そういう経済的な部分とかですね、お財布事情にいいとか、住んだ後の快適性な部分ですね、そこにですね、こうコストしっかりとかけてきたマンションだなっていう印象です。地元の方はいいなって思うと思いますね。ということで、今回ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつもの視聴時間本当にありがとうございます。記事の方同時公開しております。動画の概要に記事の URL 貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。